今日はチビトロニクスを使って光る 3D ハウスカードを作ります。基礎編ではプルタブを引くとライトが一つ点灯し、家全体が光ります。応用編ではプルタブを引くと2色のライトが交互に光ります。まずはこちらの基礎編を作っていきます。こちらのスタンプと台を使います。こちらのパーツを台カットしておきます。家の形に合わせてトレーシングペーパーをカットします。折り目に沿ってパーツを折っていきます。プラスのマークがついているところは谷折り、それ以外の部分は山折りにします。家のパーツと煙突のパーツを重ねて、ドアと窓の部分に印をつけておきます。ドアと窓の部分をクラフトナイフで切り抜きます。光が通るようにするために煙突のパーツの下半分を切り取っておきます。家のパーツの裏側にトレーシングペーパーを貼っておきます。窓枠や飾り用のパーツを貼り付けていきます。より白に両面テープを貼り付けます。
2枚の家のパーツをまっすぐになるように貼り合わせます。煙突のパーツを家のパーツに貼り付けます。家のパーツを平らになるように貼り合わせます。土台になるパーツにも両面テープを貼り付けておきます。土台のパーツを2つ折りにしたカードに貼り付けていきます。パーツの中心線とカードの中心線が合うようにします。家の土台の大きさに線を引き、さらに中心線を引いていきます。中心に穴を開けます。土台のパーツを貼った紙を回路用の紙に重ねてライトの位置に印をつけます。プルタブスイッチのための線を引いていきます。下から4分の3インチのところから4分の1インチずつ3本の線を引きます。右端から4分の1インチのところから長さ1インチ、幅は1ミリのスリットを書いてカッターでくり抜きます。チビトロニクスと電池の位置を書き込みます。鉛筆で回路を書き込んでいきます。電池を貼る位置に強力な両面テープを貼り付けます。鉛筆で書いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。電池の位置まで来たら両面テープの上に銅箔テープを貼り、少し折り返してカットします。電池のプラスを上にして両面テープの上に貼り付けます。プラス側の銅箔テープを電池の上に貼り付けてカットします。オレンジ色のチビトロニクスを印の上に貼り付けます。スイッチパーツを作っていきます。正方形の紙を半分に折り、スリットの中に差し込みます。スイッチパーツを右端に寄せて、回路に貼ってある銅箔テープと同じ位置になるようにスイッチパーツの上にも銅箔テープを貼っていきます。スイッチパーツに銅箔テープをぐるっと一周巻いて十字型のパーツを作ります。
ユトロニクスと電池の上からセロテープを貼って補強します。スイッチパーツの上に両面テープを貼ってプルタブパーツを貼っていきます。2枚のプルタブパーツは薄いフォームテープで貼り合わせておきます。家のパーツを土台のパーツに貼り付けていきます。屋根のパーツの穴に煙突をはめ込みます。回路を貼った台紙の周りに薄いフォームテープを貼っていきます。家のパーツを貼り付けた台紙を回路を貼った台紙の上に貼っていきます。表紙用の家のパーツを作ります。家のパーツの裏にトレーシングペーパーを貼り付けます。窓枠や飾りのパーツを貼り付けます。センチメントのスタンプをバーサマークでスタンプします。ゴールドのエンボスパウダーでヒートエンボスします。家のパーツを表紙に貼り付けます。表紙の裏に両面テープを貼っていきます。表紙をカードベースに貼り付けます。完成しました。
フルタブを引くと家が光ります。ここからは応用編です。基礎編と同じようにパーツを準備します。折り目に沿ってパーツを折っておきます。家のパーツと煙突のパーツを重ねて窓とドアをトレースします。トレースした窓とドアをクラフトナイフで切り抜きます。家のパーツの裏にトレーシングペーパーを貼ります。家のパーツに窓枠や飾りのパーツを貼っていきます。光が通るようにするために煙突のパーツの下半分をカットします。のりしろの部分に両面テープを貼ります。2枚の家のパーツをまっすぐになるように貼り合わせます。煙突のパーツを家のパーツに貼り付けます。家のパーツを平らになるように貼り合わせます。二つ折りにしたカードストックに土台になるパーツを貼り付けます。家の土台の大きさの線を引き、さらに中心線を引きます。中心の部分に穴を2つ開けます。回路用の紙を重ねてライトの部分に印をつけます。家のパーツを土台のパーツに貼り付けます。スリットの位置に印をつけていきます。
長さ1インチ、幅1ミリのスリットをカットします。チビトロニクスとエフェクトステッカー、電池の位置をマークします。鉛筆で回路を書き込みます。片方のチビトロニクスのプラスとエフェクトステッカーのプラス、電池のプラスをつなぎます。チビトロニクスのプラスとマイナス、エフェクトステッカーのシグナルパッドをつなぎます。チビトロニクスのマイナスとエフェクトステッカーのマイナス、電池のマイナスをつなぎます。電池の部分に強力な両面テープを貼り付けます。鉛筆の回路の上に銅箔テープを貼っていきます。電池の位置まで来たら、両面テープの上に銅箔テープを貼り、余分を少し残してカットします。電池をプラスを上にして銅箔テープの上に貼り付けます。プラス側の銅箔テープを電池の上に貼り付けます。赤と緑のチビトロニクスを印の位置に貼り付けます。エフェクトステッカーを印の位置に貼り付けます。2つ折りにした正方形のパーツをスリットに差し込みます。スイッチパーツを右に寄せて、台紙に貼ってある銅箔テープの位置と同じ場所になるようにスイッチパーツの上に銅箔テープを貼っていきます。
スイッチパーツを一旦スリットから抜き、銅箔テープをスイッチパーツの周りに一周巻きつけます。チビトロニクスとエフェクトステッカー、電池の上からセロテープを貼って補強します。スイッチパーツに両面テープを貼り、プルタブパーツを貼り付けます。ファイルを貼った台紙の周りに薄いフォームテープを貼っていきます。家を貼ったカードストックを回路の台紙に貼っていきます。屋根を取り付けます。表紙を作っていきます。家のパーツの裏にトレーシングペーパーを貼ります。窓枠や飾りのパーツを貼っていきます。センチメントのスタンプをバーサマークでスタンプします。ゴールドのエンボスパウダーでヒートエンボスします。家のパーツを表紙に貼り付けます。表紙の裏に両面テープを貼っていきます。表紙を先ほどのカードに貼り付けます。完成しました。プルタブを引くと2色のライトが交互に光ります。チビトロニクスを使った光る 3D ハウスカードの作り方、分かりましたでしょうか。このぐらいのサイズの家ならチビトロニクス1つか2つぐらいで光らせることが可能です。ぜひシーズンごとにいろいろな家を作ってみてください。何か質問がありましたら、ブログやインスタグラムの方にコメントをください。